はい、皆さんこんにちは。インストラクターのまゆみです。今日はお疲れの方へ向けて、10分間だけの優しいヨガ、疲労回復ヨガを行っていきます。まず最初にあぐらを作っていきます。いつも上になる足を逆にしてあぐらになっていきましょう。この体勢辛い方、お尻の下にクッションを入れていただいて楽な姿勢をとっていきましょう。はい、では頭を右側に傾けていきます。右手耳の横を支えていきます。左手はお尻の後ろを歩かせましょう。息を吐いて頭を右手の重みでもう一つ右側に傾けます。左手一歩後ろ、息を吸って吐く呼吸でもう一つ頭を右側に、左手をもう1センチ後ろ歩かせます。顎を一つ引いて目線右の膝を見ていきましょう。息を吸って吐きましょう。ここから右手を内側に下ろします。吸う呼吸で顎を上げていきます。目線天井に向けていきましょう。息を吸って鼻から吐きましょう。もう一度吸って鼻から吐き出します。はい、では吸う呼吸で起き上がってきます。逆いきます。頭を左に、左手耳の横、右手お尻の後ろに歩かせていきます。息を吐いて頭を左に、右手もう1センチ後ろに歩かせます。息を吸って吐きましょう。顎を一つ引きます。目線を左の膝に見ていきます。息を吸って吐きましょう。ここから左手体側に下ろします。吸う呼吸で顎を上げて目線を天井に向けていきます。息を吸って鼻から吐きます。一度吸って吐きましょう。吸う呼吸で戻ってきます。息を吸って両手頭の後ろで握手していきます。肘を大きく開いて頭の後ろで両手を押していきましょう。胸を空の方に向けていきます。鼻から吸って吐く呼吸で頭両手を押していきます。3、2、1。肘を大きく開いたままつむじで大きな円を描いていきましょう。腰から回していきます。3回右に回したら逆にも3回円を描いていきましょう。はい、ではセンターに戻ってきます。息を吸ってもう一度頭の後ろで両手を押します。息を吐きながら右肘左の膝にタッチします。左の脇の下から天井を覗いていきましょう。3、2、1。吸ってセンターに戻ります。息を吸ってで頭の後ろで両手を押します。吐いて左の肘右の膝にタッチ。
右の脇の下から天井を覗いていきます。3、2、1、吸ってセンターに戻ります。息を吐きながら両肘をかかとに近づけていきましょう。背中を丸くして首の骨一つ一つの間に隙間を作っていくようなイメージです。鼻から吸って吐く呼吸でもう一つ両肘をかかとに近づけます。3、2、1、吸う呼吸で戻っていきます。息を吐いて両手を体側に回しましょう。次、両手胸の前で握手していきます。息を吐きながら両手を前にぐっと引っ張っていきましょう。でこの時背中丸くしていきます。二の腕と二の腕の間に頭を入れていくようなイメージです。両手のひらを返して次の吸う呼吸で両手を天井に上げていきます。高く伸びをしていきましょう。息を吐いて両手を体側に下ろします。もう一度いきます。胸の前で握手をしていきます。息を吐きながら腕を伸ばして頭を二の腕の中に入れていきます。背中を丸くして両手を返しましょう。息を吸って高く天井に、頭頂も高く天井に突き上げていきます。息を吐いて体側に下ろします。もう一度いきます。両手を胸の前に、息を吐いて腕を伸ばして頭を二の腕の中に、背中丸く首の骨も丸くしていきましょう。手のひらを返します。息を吸って両手を高く天井に、背筋ぐっと伸ばしていきましょう。体側も伸ばします。息を吐いて両手を体側に下ろしていきます。はい、では次四つ這いになっていきます。後ろのつま先を立てて額を一度手と手の間に置きます。ここから膝を一つ前に歩かせて頭頂を床についていきましょう。ここから頭頂小さな円を描いていきます。百位のツボを刺激して自律神経を高め、眼精疲労を緩和してくれる効果があります。逆にも回していきましょう。はい、では一度動きを止めていきます。この状態で辛い方、このままでも大丈夫です。まだ大丈夫だなという方、両手ふくらはぎの上に置いていきましょう。まだ大丈夫だなという方、背中の後ろで握手して肘を伸ばしていきます。手のひらはくっつけて両手は限りなく背中から離していきましょう。軽く目を閉じて自分の呼吸に耳を傾けていきます。はい、では両手は一度耳の横に下ろしていきましょう。息を吐きながらお尻をかかとの上に下ろします。額がまだ床についたままです。
このまま5秒キープしていきます。次の吸う呼吸で起き上がっていきましょう。ではここから親指と親指をくっつけて、吐く呼吸でお尻をかかとの上に下ろします。チャイルドポーズです。息を吸って両手を前に歩かせていきましょう。額を床について息を吸って両手もう一つ前に歩かせたら、吐く呼吸でお尻をかかととかかとの間に埋め込もうとします。息を吸って両手前、吐く呼吸でかかとをお尻に埋めていきます。次、息を吸ってもう一つ両手を前に歩かせたら、次の吐く呼吸で両手を今度は左側に歩かせていきましょう。右側の体側の伸びが感じるところまで両手を左側に歩かせていきます。息を吸って一度真ん中に戻っていきましょう。反対です。息を吸って一度前に歩かせます。吐く呼吸で両手を右側に歩かせて、左の体側の伸びが感じるところまで手のひらを右側に歩かせていきます。息を吸ってセンターに戻っていきましょう。では吸う呼吸で両手でマットを押し上げて起き上がってきます。今日はここまでです。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。フィス大阪では全店無料体験、出張パーソナルトレーニング、オンラインパーソナルトレーニングを受け付けしております。概要欄のホームページをご覧ください。 Twitter、インスタもフォローしていただけたら嬉しいです。すべて概要欄に貼っております。他の動画もぜひご覧ください。